どうも、トータスです。みんな知ってるかな、このゲーム。世界救いに行こうと思って。うわぁ。というわけで、今回から、あ、どうも、トータス一門のトータスです。ちゃんと自己紹介しよう。ドラクエやります。聞いたことある曲や。でもね、聞いたことあるだけでね、あんまりちゃんとやったことないよな、このゲーム。セーブどうするんやろ。冒険の書作ります。まあ、とりあえず世界を救いやいい。そういう速度は速くしよう。この辺はこれで OK です。王とを出す。勇者ロトの血を引き締めるよ。そなたが来るのを待ってる。あ、すごい、縦に長い。その昔、伝説の勇者ロトは、神から光の友を授かり、この世界を覆っていた魔物たちを封じ込めたという。竜王がその友を闇に閉ざした。おう。ありがとうございます。結構雑に。うわ。ユーザー。もうちょっと、松明。はい、ありがとう。知らない。刺されて半年はもう死んでる。よっぽどのことがない限り死んでる。めちゃめちゃ装備あるような感じ。鍵1。竹竿。竹竿を装備しよう。一応子孫なんや。え、これでなくなる。か、鍵王様王様多い王様俺のことを閉じ込めてた。めっちゃおる。あ、もうパスワードじゃないんや。ああ、はい。めちゃめちゃ栄えてる気するけどな。いや、その感覚で合ってると思うよ。みんなめっちゃ、何が？いや、まだ、半年やってまだ滅んでないんやったら、そこそこ魔王軍しょぼいで。はい。いちゃついてんな、おい。踏みいじられてくれ。ミッチーとヨシリンみたい。てか。ちょっと待ってくれ。鍵なさすぎじゃない？めっちゃ欲しいけどもらえん。死んでる！死んでる！あ、くてねやった。あ、ありがとうございます。あなたは誰？なんかわからんけど回復してくれるやな。すげえ、プレステ4ってすげえ。もう向こうのやつとか話もさせてもらえやんもん。これなんなん？割と浮かれてやがんな。ちょ、スライム倒させてくれ。てえへんやん。あ、出た。うわ、ベスや！あ、はは、やれたわ。やれたわ。とりあえず、竜王ってのを倒せばいい。はい。ちょ、服は着させてくれ。金足りやんわ。ああ、そうそう。橋渡ったら敵強いんよ。ドラクエ4。それこそあれよ。ガラケーのアプリや。
ガライの街。不吉なことを言うなよな。もう、なんもあかんやん。あ、死にせよ。みんな優しいな、割と。あ、ありがたいです。キメラの翼はありがたいです。別に貯金もないもん、俺。成り立て。あ、あつ、あ、ええー、仲間増えたわ。おお。なんなん、竜の鱗は何の効果があんの？何回でも使えるって。あれか、なんかこう、メラかギラ的なもん。はい。覚えとかなあかんの、こいつに関して。なんでこんな危機が、え？鍵売ってるマッチあんの？あ、呪いを解いてくれるやな。っていうか、どこも鍵閉めすぎて、なんの役に。あの女、いつまでついてくるよ。なんかあれやな、まずはここへみたいな、そういうのないんやな。優しくないシステム。とりあえず笑顔で寄ってくれたしばき倒すっていうルールでいこう。あの洞窟か？スカウトなくなるわ、ちょっと怖いな。ちょ、まず周りをちょっと見て回ろう。いや、やるやるやる。竹やりマンでなんとかなる。全然レベル上がらんやん。うわ。とりあえず悪そうっていうことだけど。うる。あー、この音。この音やで。めっちゃ上がるやん。下半身裸やけどいいんかな。はい。これ呪われたやつやん。鍵一個もやん。あ、これがガライな。ロトの洞窟。あ、じゃああれへ行かなあかんのかな。あ、はいはいはい。ありがとう。伝説の男ガライの話を聞かされただけやな。うわ、街ちっちゃ！探索すぐ終わる。気楽でええわ。とりあえず、洞窟へ行かなあかんねん。行こう行こう。力上がったからもうスライム。スライムは？あ、これ箸渡ったらあかんねん。箸渡った。ほら、もうやばいもう。メタルスライムぐらいの硬さあるやん。ああ、痛い。あ、死んだ。橋渡ってないのに、ちょっと出かけてくんなよ、うるさい。ありがとう。はい。まだ、ま、お前。なんか金減ってるし、おい。減ってないか？減ったよな。死にゲーや、死にゲー、こんなもん。あの、鬼のような罠。あ、ドラキーや。なんかすごいプレステ4っぽくなってる。トラッキーの方がくれる量多い。西側は怖い。東の方へ連れ、どん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 。あ、出た！ザコが！ふわ。もう二度と出てこやんね。
もう二度とっつったんだよ。ドラキーだけ出てきて。めちゃめちゃスムーズにできるやん、このゲーム。作戦とかないもん、俺。一人やから。あ、また、橋ある。これ、洞窟以外行くとこないパターンやな。いや、ちょっとレベル上がってほしいな。もう一ぐらいレベル上がってから行ってな。あ、広いようで狭かったわ。あ、来た!美味しいやつ。経験値馬を。あ、うまい。経験値うまい。川の盾欲しい。あ、これか毒の沼。うわー、強そう。ゴーストや。どうや?ゴーストいけるか?よーし!おーいっす!いいですよ。あ、ホイミ覚えて。ホイミ覚えたけど、お前 MP あらへんから。ちょっと。あ、1食らんな。もう強い。もうゴーストなんかに負けやんて。あ、いい勝負。よーし!よし。やだよ、これやだよ。薬草使いたくないから。もう出てくんなって。おい!よし、いいぞ!おいっす!ヒヤヒヤする。ちょ、やだや、やだや、やだや。もう。あ、こいつは、お前、ちょ、拾んなよ、お前。ちゃんとクリアしたことないから、どういう感じなんか一個もわからんけど。安っ!あ、そして川の盾変える。多分川の盾変える。うわぁ、銅の剣欲しい。変えやん。高い、川の盾。川の盾以上のもんが欲しい。まあでも洞窟なんかもいけるやろ、俺。そんな厳しくないって、急に。ちょ、この辺の砂漠で何出るかな。あ、ベース。地上より強いっていうもんな。いや、もうちょいね。あ、もうちょい。これ変えて。ぐずぐず。もう今、経験値より金よ。あ、ドラクエってこんなゲームやな。でも金貯めてる間に勝手にレベル上がるゲームやった記憶があるわ。めちゃめちゃスピーディーに殺せるやん。マザー2やりたいな。当て引き、当て引き。もう今やったらスライムでも許す。今やったら。もやら全くかかってない。ちょっと引っかかるけど街に入らん。出ろよ!スライム狩りの男として名を馳せていこう。川の盾めっちゃ欲しい。いや、これは4上がる川の盾で。あ、もう一文なしになったわ。一文なしになったけど、これで洞窟もいける。俺はロトの印を取りに行くんや。もうお前なんか怖くないよ、お前。ほら。経験値馬王や。6ゴールドっつったらお前、そこそこやで、お前。使っていこう。使うとなくなるな。うわぁ!松明優しくない。もうゴリゴリの左手方でいこう。降りるとこあったわ。絶対でも宝箱とかあるで。洞窟やもん。
洞窟に宝箱なかったら、切れていい。神速で探索する勇者の鏡のような。一個もあらへんし、一匹も敵ら出てけへん。狭洞窟。え？一匹も出てけへんやん。楽ちんかよ、お前。うわ。調べるとかないってことは、あのドラゴンのマークはただただドラゴンない。めちゃめちゃ勢いよく進んでるけど大丈夫？お？私の治ろうと私の血を吹きしもの裏田友から見える魔の島岩だ。三つのものが必要だ。はい。三人の賢者、トライフォース的なやつだよ。ありがとう。え、これだけ？マジで？お前、あんなに意気込んで準備してきたのに。なんもあらへんのかい。とりあえずこれで、三人の賢者に会わなあかんないけど、三人の賢者に会わなあかんないけど、なんもないで。じゃあ橋渡らんと、やっぱ毒の沼ルートやな。毒の沼ルートちょっと開拓しよう。橋はちょっと怖いわ。もうあれや、こんな出てきたってもう反応なんかしやんから。ゴーストまでは無反応でいくわ。めっちゃ出るな、おい。溢れ返っとるやないか、お前。あ、やった！経験値もさすがやな。あ、やばい、もう筋肉に限界来てる。あ、ギラ覚えた。MP4 やで、お前。橋怖い、橋怖い。ドラキーがまだちょっとタフやな。まあ、今、3から5ぐらい食らうんか。痛いよ。うわ、また橋や。橋多いわ。レベルいくつぐらいで俺は竜王に。あれ？え？橋大したことないんか、俺。今の金のない時期にちょっと、行くか、じゃあ。この橋、お前、怖いで。あ、いけるいける。東安定進行や、これ。あそこの毒の洞窟はちょっとなんか、誰かがヒントを言ってくるまでちょっと行きにくいな。あ、お前！こいつエグいて。ぶっ殺す。こいつやばい。眠たそうな面してるくせに強えな、あいつ。ありがとう。はい。まあ、一旦ここで終わっときますか。